動物たちはあそこね。やけに固まって身を寄せ合ってるけど、何してるのかしら。モンスターに襲われているようだな。ああして群れで固まって身を守っているんだ。動物たちを連れて帰る前に、まずあのモンスターをどうにかしなきゃね。さっさと片付けちゃいましょう。行くわよ。さあ、行くわよ。一緒に頼むよ。一緒にやらせて。やったわ。何かしら。さあやるぞ。さあ行くぞ。村は俺が守る。一緒だ。さあ行くわ。ダメなんだから。Thank you.
よ。俺もやるよ。いい感じ。どうにかモンスターは片付いたか。動物たちも無事みたい。あとは村まで連れて帰るだけだね。これでようやくパンが焼けるわ。早く帰りましょう。力がついてきたな。ありがとう。動物たちはみんな無事に戻ってきたよ。はい、これパン焼き用のミルク。これでパンが焼けるわ。実はついさっきとってもいけそうな新しいレシピを思いついたの。きっと子供たちにも喜んでもらえるはずよ。ねえ、え、何？何よその反応は。シャノン、頑張って。僕は牧場の仕事があるからこれで帰るよ。さよなら。ピーター、帰っちゃった。何なのあいつ。そりゃシャノンの新作とか言われたら誰だって逃げ出したくなるよ。なんか言った？いや、なんでもない。そんなことより姉ちゃん疲れてるでしょ。パンは俺が焼くよ。え、別に疲れてなんかいないけど。大丈夫よ、私が焼くから。いや、シャノン、いい機会だから今回はフリードに頼みなさい。フリードにパン焼きの経験を積ませてあげないと。ああ、そっか、それもそうね。それじゃあフリード、しっかりやるのよ。横で私が見ててあげるから。頑張れフリード。うん、頑張るよ。よかった。姉ちゃんの新レシピなんか食べさせたらきっと子供たちが泣き出すからな。何も考えずに普通に焼けば姉ちゃんのパンは普通に美味しいのに、なんで余計なことをしたがるんだろう。フリード、何をぼーっとしてるの？ううん、なんでもないよ。そんなことより早くパン焼きを始めよう。そう？それじゃあ行くわよ。準備はいい？うまく焼けたな。うん、なかなか美味しそうに焼けたじゃない。腕を上げたわねフリード。わあ、美味しそう。本当？ありがとう。次もこの調子で頑張るのよ。それじゃ子供たちにパンを届けに行きましょう。Thank you.
焼きたてのパンよ。たくさん食べて明日から頑張ろう。うわあ、すっげえ。おいしそう。いただきます。パンはいっぱいあるよ。慌てないでゆっくり食べてね。喉に詰まっちゃうから。おいしそう。ねえねえお姉ちゃん、パニスも食べていい？もちろんいいわよ。でも他の子たちと取り合いなんかしちゃダメよ。うん、しないよ。ねパニスこれがいい。なあお姉ちゃん、天使なんだろ。天使もパン食うの？え、パニス天使じゃないよ。それにお姉ちゃんでもないもん。パニスはパニスだよ。あとね、パニスね、パン大好きだよ。私もパン好き。そうなの？一緒だね。ありがとう、シャノンちゃん、フリード君。おかげで子供たちもだいぶ落ち着いたみたい。学校、家族の方たちも忙しくて相手ができないしで、子供たちも不安になってたみたいなの。いいんだよ、マイヤ先生。これぐらいでよければいつだって手伝うよ。そうそう、何かあったらいつでも言って。ありがとう。あ、そうだわ。手伝いといえば、さっき村長さんがフリード君を探していたわよ。何か急いで頼みたい仕事があるようだから、明るいうちに行った方がいいと思うわ。わかった、そうするよ。やあ、村長、こんにちは、パニスだよ。おお、パニスちゃんか。フリードを連れてきたようだな。偉いぞ。あれ、おじさんもいるよ。そうなんだよ、私も村長に呼ばれてね。そうなの？何か仕事？フリード、遺跡に向かう道を知っているな。あの道が倒木に塞がれてしまってな。なんとか通れるようにしてほしいのだが。倒木がちょっと大きすぎるのが問題でね。持ち上げるために櫓を組んだり、転がして運び出すための丸太を用意したり、とにかく倒木を動かすために大掛かりな仕掛けが必要なんだ。そっか、おじさんそういうの詳しいもんね。まあね、ただ仕掛けを組むためには材木が必要なんだが、村にはあまり備蓄がない。だから巨木の森に行って木を切り出してきたいんだが、あそこはモンスターが多いからな。
そこで私たちが木を切り出している間、君たちに護衛を頼みたいんだ。いいかい？わかった。そっちは任せといてよ。巨木の森か。どうしたの、シャノン？フリードがおかしな力を使って私を助けてくれたことを思い出しちゃって。あれも巨木の森だったでしょ？ああ、あれか。あん時は死ぬかと思ったよ。シャノンと二人だけだったし、俺は小さかったし、モンスターはいっぱいいるしで。そうね。私もフリードだけでも逃がそうと思ってたのに、結局そのフリードが全部倒しちゃったのよね。今思い出しても不思議。まるでフリードが何人もいるかのように見えて。俺はよく覚えてないんだよね。でもそれからだよ。なんかよくわかんない力が使えるようになったのはさ。私もその時からなのよね。姉としてもっとしっかりしなくちゃって思ったの。姉ちゃん？なんでもないわ。さて森へ向かいましょうか。今日はやけにモンスターが多いな。だがあいつらを先に片付けんと材木が手に入らんぞ。ここはフリードの出番ね。相手の数が多い分頑張ってもらわなきゃ。いつかみたいにバーってやっちゃいなさいよ。ねえ、やらなきゃダメ。あれ疲れるんだよな。まあそういうな。シャノンの期待に応えて例の力を使ってやれ。減るもんじゃないだろ。しょうがないな。それじゃあやってみるか。行くぞ。一歩先の世界へ。やらせてちょうだい。やった。よし、行くぞ。さあやるぞ。なんだ。進んだ世界が終わりを告げる。さあ行くわよ。ねえ、ダメなんだから。
あなたのお姉ちゃんなんだからね。当たれ。やったわ。さあやるぞ。やらせてちょうだい。どうだ。これは。ファニス強いんだよ。ファニス忘れちゃった。さあ来い。なんだ。かかってらっしゃい。よろしくな。一緒にやらせて。いい感じ。やっと片付いた。疲れたな。よくやったフリード。休んでる暇はないわよフリード。みんなで材木を運ぶんだから、あなたも手伝いなさい。まだ働かせるの。少しは休ませてよ。フリードすごい。さっきのフリードすっごくかっこよかった。そう。ありがとうファニス。そう言ってもらえるとなんだか急に元気が出てきたよ。よし、張り切って材木を運ぶか。どんどん強くなるわよ。やれやれ、やっと倒木の処理が終わったよ。久しぶりの力仕事でクタクタだ。村長、遺跡への道は通れるようになったよ。遺跡…そうか、それはよかった。父さん、お疲れ様。ああ、シャノンとフリードもな。それじゃあ、私は先に家に帰るよ。うん、おじさん、また後で。村長、あの道の先には何があるの？あの道の先には遺跡、つまり昔の人が作った建物や石碑、そういったものが残されているのだ。石碑？文字や絵などが刻み込まれた大きな石だ。そうだ、一度見に行ってみるといい。あの遺跡に残された石碑の中には天使の伝説を描いたものもあるらしいぞ。でもあの石碑って古代語が書いてあるんでしょ。村長、古代語なんか読めたの？いや、残念ながら無理だな。私はただそのように伝え聞いているだけだ。それに石碑が読めなくても石造りの守り神は一見の価値があると思うがな。ああ、
祠の前の石像だね。あれはパニスに見せてあげたいな。うん、見たい。では一度連れて行ってやりなさい。ただまだ道が荒れているから明るいうちに行って帰ってくるようにな。わかった。それじゃあパニス、今度連れて行ってあげるからね。うん楽しみだな。お家だよ。いい匂いだ。おやすみ。